キツレ川温泉は、栃木県、桜市にある温泉。その泉出は、中央温泉研究所と、藤田里氏によって、日本産、大美肌の湯に選ばれている。キツレ川城跡を中心に、温泉施設が点在している。元は、丘陵地帯に位置する農村のため、観光客目当ての旅館街や、観楽街は形成されていない。キツレ川少年院にも温泉が供給されているという。 温泉設備を備えた宿泊施設は以下4軒ある。ホテルベルセルバ、キツレ川 CC は、開園性ゴルフ場のゲストハウスとして建設された施設であるが、一般にも開放されるようになった。日帰り入浴施設は以下4軒ある。キツレ川は、最初の温泉併設の道の駅である。温泉スタンドも存在する。キツレ川沢乙女温泉は、宇治江地区に近く。 源泉が集中するキツレ川地区中心部とは距離が離れており、泉質も異なるため独立した温泉として扱うことがある。流出後の1990年代に東日本旅客鉄道の新規事業として温泉がパイプラインで確保に供給される分譲住宅地フィオーレキツレ川とビューフォレストキツレ川が開発、分譲販売された。ただし、 排水過程で水温が低下するため、各個での給湯器の追い出きなどによる加温が必要になる。このことは2005年以降、ビューフォレストキツレ川の販売広告に目立つように記載されている。鉄道で JR 宇都宮線宇治家駅まで乗車、宇治家駅東口より、市営の観光温泉路線バスが運行されている。第一温泉浴場もという、第二温泉浴場露天風呂。 道の駅き連れ川を巡回する。ありがとうございます。